高尾山の三密の道三密とは密教の用語で、みみつ、手に、書尊の印ちぎりを結ぶ、口み口に真言を読唱する、い密意に、曼荼羅の書尊を乾燥するの総称。一般の仏教でいう産業にあたり、また、ふっつの場合を指し、三密家事によって総応する。発信の動きと主情の動きとが一致するのを、無双の三密と言い,い、身に印を結び、 口に真言を唱え、異日本尊を念ずるのを、郵送の三密という。空海の正事実葬義によると、それ、如来の説法は、必ず文字による。文字の所在は、六人その体なり。六人の本は、放物の三密すなわちこれなり。平等の三密は、崩壊に、返じて情報なりわけ。そもそも、如来の説法は、必ず文字によっている。 文字の所在においては、六人がその主体である。六人の本質は、宇宙の真理たる二つの三密に他ならない。差別のない三密は、崩壊に満ち満ちており、永遠である。とある。空海の、真言では、来日如来を象徴とする宇宙の根源から、発せられた人間の声すべてのこの世界の音を理解し、体得し、それと同一になることで、自分だけではなく、 すべての主張の救済を目的としていた。すなわち、情報としての言語ではなく、英知としての言語としての、真言を語ろうとしており、言語を正確に発音し、まさしく理解することが必要とされたのである。ありがとうございます。